まあでもそれでも大人になって付き合って32歳、5年付き合ってるのがすごいよね。逆にそこまで付き合って結婚しないのかっていう話なのかもしんないけど、いやでもなんだろう、なんでじゃあここで結婚しようっていうタイミングでね、どう決めるのかなって、まずいって、迷うというか、わからないよね。今俺結婚もないし相手もいないんで、どう決めたらいいんだろうね、そういうのって。すごい、他の人はどのタイミングで結婚って決めてんのかなって。まあ子供できたらとかだったらわかるけど、そうじゃない場合ってね、どのタイミングでこう決断してるんでしょうかと、ささやかな疑問。あ、ここで初めて名前知るんだ。ヴィンセント。で、一個だけはそうだ、一個だけっていうかすげえ思ったけど、ここで本当に声出せなかったけど、なんでって、なんでこいつそもそもここにいた。俺の記憶だと、その前の晩バーで会ってるんですけど、これね、確か俺はね、選択肢によっていろいろ選ぶ選択肢によって多分展開変わると思うんだけど、俺はね、確かね、振り切ったと思うんだよ、じゃあねみたいな感じで振り切ったと思うんで、で普通にそのまま家帰って、ねえ、だって家帰って寝てる間に来る、もう鍵閉めてないとしてことしかありえないよね。どう入ってるのっていうか、鍵閉めないのみたいな。言わせんの。それかね、こう帰り道で酔っ払って潰れてて、そこでこうおーみたいになってからのってパターンかな。自然な流れ考えるだったらそれぐらいしかないね。あとはもうこれただの不法侵入です、これは。ヴィンセントは私のことどう思ってんの。いや、かわいいと思うよ。ヴィンセントも目がいっちゃってるもん。あとは？あと？かわいい。ちなみに一昨日の飲み会が、なんていうか、終わった、飲み終わった後のプリクラでの俺の目はこいつの倍ぐらいいっちゃってました。なんかもう自分で見て、なんかもう、あ、やべえ、ちょっと本当薬やってる人なのかなって思うレベルの目してました。本当に。何なんだろうあれ。本当に真剣に酔っ払ってたんだろうね俺。浮気とかしたら許さないからね。もう俺の話してもしょうがないんだけど。あの浮気はねもうねしてんだよね。もうこの行為が浮気なんですよね、すでに。で毎回ここでこううまーくうまーくね何かが起きて言えないっていう。で俺ここマジさ、扉にさだんだん近づいてきてから、本当にキャサリンここから来るんじゃねえかと思ってすげえ焦った。修羅場はマラでした。あのさサングラスに対しての視線が冷たいですよね、この彼女の。似合うと思ってんのこれ。なんかもう目を見て話せなくなっちゃったんでしょうね、おそらく浮気の罪悪感によって。ちゃんと聞いてよね、大事な話なんだから。ごめん。でもなんか俺も最近花粉症がねひどくて、まあ、常に外ではだいたいマスクしてるんですけど、マスクしてたりとかね、まあ、サングラスあんまかけないからわかんないけど、サングラスかけたりとか、なんかね顔のねどこかの部分がね隠れてるとね、なんか妙な安心感がある。なんだろう、これわかる人いるかな、なんかどうなの、なんだろう、マスクしてるとねなんかね妙にね人と話すときにね、なんか顔が見れる気がする。ここは自分がね、自分がマスクしてるとね、そのなんか顔を全部出してるっていうのはこう、もちろん嬉しいけど、なかなかこう緊張するんだな、じゃないけどね、そんな風に最近、つい最近大人だって思いましたよね。よかった。あ、で、そうだ、この赤ちゃんができた予想は当たってました。何考えてるか、まあできたというか、まあ確定ではないんでしょうけど、俺ねこれねキャサリンカマかけてると思うんだよな、多分ね。でもまだ遅れてるって今だけなんで。確定じゃないんでしょ。まあね、なんかほんとカマかけてる気がするんだよな。だからまあ電話の口調聞くと確かにマジっぽいっちゃマジっぽいんだけど。もしもし、あ、もしもし、私
で、ここから浮気で相手から電話かかってくると。どうも、お世話になってます。何それ。ね、これ普通ね、怪しすぎるでしょ。その件につきましてはちょっと難しいというか。あ、でもまあこの口ぶりだけ聞けば大丈夫か。意外と隠すのうまいですよね。これこういうかわし方あるんだなって。仕事の電話かのような受け答えをするっていう。あれ、もしもし、もしもし。だ、切り方はめっちゃ不自然だけど。ちょっとどういうこと。もしもーしってちょっと携帯離して自分で絶対通話ボタンを押してたから、ね、むしろこう切れちゃった感じの演技をこう挟んでいくべきだったんじゃないのかなっていう。そうじゃなくて大した問題じゃないんだけど、俺の言ってる話も。何勝手に書いてんの。え、ああ先週欲しいのがやっと出たから。前のだって書いてからそんなに経ってないでしょ。あれだってまだまだ使えたのに。それにあんたこの前パソコンも変えたでしょ。だんだん厳しくなっていくんですね。友達会ばっかして。あ、うん、これからはそういうの気をつけてもらわないとさ。言ってる意味わかるよね。あ、ごめん。まあ仕事を頑張ってんならいいんだけどさ、私は育休とか取んなきゃいけないかもだし。そうか、そうだよね。あ、でも子供産んでも仕事は続ける気でいるから。家事は分担になるからちゃんとできるようにしといてよ。服脱ぎっぱなしとかも今後は厳しいかな。いや、家事の分担をね、本当に、主人公がどういうタイプの人間なんだかまだ分かんないけど、まあ、多分なんかそんなできそうな感じはしないけど、本当にね、家事ができない男はね、できないやつはできないんですよ、本当に。なんだろう、ランク付けをするとしたら、まあ家事がちゃんとできて、で、まあ相手に優しいのが、まあそれはまあまず一番として、で、なんだろう、その、まあ、家事はできるけど冷たいやつとね。いや、家事はできないんだけど気持ちはあるやつって言ったんで、間違いなく僕は後者です。まさか。ちょっと聞いてんの。聞いてるって。このフォーク刺すのはね、もう、なんだろう、フラグというかもう確定演出ですよね、これ。明らかにもう、キャサリンの呪いで夢を見ているという。え、いや、全然変じゃねえって、本当。あ、で、ここであれだ。バッティングしそうになるっていう。まあ、こんなことね、現実で、まずないでしょっていう。世界狭すぎだろ、みたいな。あ、そうだった。そうなるけど。やめてね。お腹の子に悪いから。いや、これもね。それより、トイレ。大変だよね、本当に。こう、今の世界も普通に、こう、隅の隅でね、タバコを吸う時代が来てますが、子供が生まれたらいよいよ本当に禁止令が出る家庭もね、あるんでしょうから、本当大変ですよね、それは。いるか？鍵。そう、このね、リンとのやりとりだけが唯一ね、心の落ち着ける時間というか、俺がそうだし、ヴィンセントもそうかもしんないけど、リンとのね、会話だけは本当にね、毎回ね、今のところは平和なのよ、本当に。空気感が。あとは結構怖いからさ、彼女はそうだし、彼女もそうだし、まあ、浮気相手はもう完全にもう行動がいっちゃってるから。ここで寝てるっていうの可愛いですよね。おい、まあ、別にこれリン推しではないんだけど。こんなとこで寝てるから。頭をぶつけるのは5秒ぐらい前に分かった。そのまま寝ちゃったみたいで。まあぶつけるでしょうねっていう。昨夜のヴィンセントさん、すごかったですね。で、これ。昨夜？え？これどっちのこと言ってんだろうねっていう。声。羊の世界のこと、実はリンは記憶を覚えてもこっち帰ってきてるのかなみたいな。いつもはそんなことないっていうか。まあ昨日は昨日で、こいつは現実界でもまあベッドの上でやらかしてたので。覚えて。まあそっちの話をするんだけど。ここではね。いや、なんつうか最近物忘れが激しくってさ。にしてもリン、この部屋どうしたんだ。何か変ですか。ん？いや、なんだろう、ファンシーだよね。独特？ぬいぐるみでも俺割と好きなんで。どうしたんだ。
いいような気もするけど。夜になるとピカピカして綺麗なんですよ。ま、そっちのは。ただこいつ記憶喪失の割にはまあまあ物集めてくるよな。本当に。逆にあのあれか、記憶がないから目についたものを集めてんのか。ピアノ弾けばいいんじゃないのか。これはピアノ弾く弦。じゃあ本当にどう生活してんだろうね。見てるだけで。ピアノが自慢のコレクションなんですよ。6割ぐらいの面積を占めて、あとぬいぐるみって、これ本当に生活スペースないぞ。シリアルのおまけだった羊忍者消しゴム集めてたっけ。ガラクタみたいなもんでも誰かにとって意味がありゃそれでいいんだよな。俺のコレクションはゴミだって親に捨てられちまったけど。少年時代のコレクションとかって、だいたいこう親に捨てられて最後悲しい思い出が残るってのありますよね。僕はあの昔遊戯王カードをね、ハマってて、まあ小学生の頃だったと思うんだけど、あまりにも遊戯王カードをやりすぎて、デッキを全部ハサミで切られたことがありました。今まで会ったことのない。なんか当時はね、なんかね、言ってもなんか泣きわめくほど暴れなかったんだけど、男としてもっと現実見ろとか、なんかあーとはなったけど、今考えれば超残酷ですよね。その当時めっちゃ大事にしてたおもちゃというか遊びのツールをね、ましてやデッキですよ。デッキ、デッキって要は戦いに使うメインのカードたちをハサミでこう全部切られてるっていう、まあ、残酷ですよね本当に。今ちょっと自分でも久しぶりにこの記憶を思い出してちょっとゾッとしましたもん。俺が使ってた古い携帯で、ここであれ携帯あげるんだよね。だからなんかどうなんだろう、リンにあげるためだったのか、まあたまたまだったのかわかんないけど、これをこうやってな、ここをこうしてよし、登録できたか。俺のところにメール送ってみろよ。お、届いた。うん、キャサリン。結局こいつもキャサリン。この名前だけは覚えてたんです。ちょっとなんか真剣な声なのやめよう、マジで危なすぎるから。君もキャサリンなのか。何かおかしいですか。いや、リンの方が呼びやすい。いや、もうだいぶおかしいよ。これからもそう呼ぶ。この界隈でキャサリンがもう3人目なんで。喫茶店ってあそこだろ。さすげえにやみ、夜になったとこからだな。信じらんねえな。普通見つかるぞ。つうか、すげえところじゃないけどな。そうなると普通ありえないから。終わっちまったな。終わってね。でも彼女妊娠のね、予想が当たってそれは良かった。で、彼女に何て言ったんだよ。なんでそんな向きになるのかがわからん。ちゃんと嬉しいって言ったよ。どう見ても嬉しい。それはやばいでしょ。浮気してるやつがね、言うことじゃないですね。いよいよ結婚確定か。おめでとうさん。これからは毎朝毎晩患者さんの気分を取る日々の始まらず。どうなんだろう。実際ね、外出禁止。そう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 。ギャンブルもダメ。いろいろ制限されちゃう。まあそれ当然っちゃ当然なんだけどね。なんか聞いてるだけで。いや俺もトビーだったらそう思うよ。トビーだったらっていうか言い方変か。そういうこと言わないの。エリカさん。よかったじゃん。エリカさんの良さが俺未だにわからない。家庭を築いていけるって。とっても幸せな話じゃない。絶対闇抱えてると思うよこの人。明るい家庭ね。今まで縁がなかったっていうか。でもなんかヴィンセントみたいなタイプがね、一番俺ね明るい家庭なんだかんだ言って気づくと思うよ。なあ、関係ないだろ。あ、でもどうだろう。オーランドの方が。ところでヴィンセント。お父さん的には。でジョニーはマジでお父さんのイメージがない。どんな夢なんだ。今夜くらいは聞いてやるよ。そう、ここでねやっと聞いてくれんだよ。むしろ今まで聞いてくんなかったのかよ。よく覚えてないんだ。なんだよ。もう毎晩毎晩パズルやってるの。かけられてさ。聞けよって話ですよ。とにかく怖えんだ。うん。ありがちだ。ありがちじゃねえって。疲れる夢ってあるわよね。寝た感じがしないっていうかさ。寝た感じがしないっていうか、もうもはや寝てないですよね。あれ店長。あれは。いたの。
皆さんご存知でしょうか。デスゲームだ、デスゲーム。寝る前に羊が一匹、羊が。そう、多分これが元ネタになってんのかな。まあ、このシープとスリープの話はどうでもいいんだけど、多分このなんつうの、神話じゃなくてこうおとぎ話じゃなくて、なんつうんだろうねこれね、寝るときに数える動物って、まあ羊じゃなくてもよくねみたいな。分かってんだけどさ、でも羊を数えるよねっていう。妊娠してるかもしれないんでしょ。うん、なこと言われなくても分かって。確かにね、なんかね、こんな風にね、外のやつに言われるとね、ちょっとイラッとくるわな。お待ち遠さま、黙っておいてけよ。マスターいいキャラしてるな本当に。ま、今のうちに楽しんどけ。そんな楽しむ時間ないけどな。そう、これね、何なのかと思った。これに対して何のツッコミ入れんのかと思ったら、そういうこと。え、そんな。プロレスラー×プロレスラーのカップル、ちょっと怖いですよね。そういうことじゃないっすよ。そういうことじゃないのかな。ああ、こいつ言ってることはもっとわけわかんないことだ。お前付き合う気だったのかよ。可能性の話っす。ねえ、リン。同性の恋人ってあり？いや、もうリンに聞いたら間違いでしょう。だってもうこの人こんなこと言ってるよ。そもそもなんかもうなんつうんだろう、世界の起源みたいな話してるよ。壮大すぎ。じゃあ人じゃなくてもいいってことか。そりゃいいツッコミ。だからそこ真顔で答えるあたりがもう完全言っちゃってるよね。いろいろ超えちゃった感じだな。なんか斬新、さすがね。そこを褒める理由もちょっとよくわからないけど。つうか俺は女の子が好きなんです。ヴィンセントさんもそうっすよね。あ、まあそりゃそうだろ。ヴィンセントさんはそうだろ。しかも二人。うるせえ。浮気しちゃってるし。あんたたちって、いや、このリンのね、純粋なね、純粋無垢なこの顔がね、果たしてこうどうなってしまうのか。